遊園地、メリーゴーランドや観覧車、ジェットコースターというように子供から大人まで楽しめる娯楽施設。夜にはほとんどの乗り物がライトアップされ、カップルなどで盛り上がること間違いなし。実はウプ主は大の遊園地好きである。コロナウイルスが流行る前にはよく一人で長島スーパーランドや東京ディズニーランドに行くほどの遊園地好きである。そう、一人で。というわけで、ボス曲攻略実況動画、いよいよラストとなりました。ラストの楽曲はスイッチには収録されていないので、アーケード譜面での解説となります。もはやお家でボス曲攻略とのタイトルをつけていいのか疑問だが、それはさておき、楽曲を紹介しよう。ドリーミングアトラクション、難易度はハード13、エクストラ13と非常に珍しい難易度構成になっている。この楽曲は、チューンズムコラボで収録されたトリックスターの作曲者の一人による、チップチューンメインの楽曲。これまでのボス曲に比べると、非常に明るいメロディになっているが、それとは裏腹に譜面の方は、ほぼノイズトップの超体力譜面。ただし複雑な複合は、ほとんどないので、体力に自信があるならば、高得点が見込めるだろう。なお今回のこの譜面に関しましては、私も動画を撮ってきたのですが、機材不良により没となったため、今回東京都にお住まいで、第1回東人祭ファイナリストのレスさんに、キャプチャー動画を送っていただきました。本当にありがとうございます。というわけで、獣耳少女と行く、暴走遊園地、ドリーミンアトラクションやっていきましょう。先ほど紹介したように、今回私ではなく、東京都にお住まいのレツさんの、プレイ動画になります。さて、いきなり激しい連打から始まり、スライドも入ってややこしく、感じますが、スライドはすべて利き手で切り返すことを覚えておきましょう。ところでレツさんはこのエクストラ譜面、なんとたったの5回で終わらせたみたいですね。いくら複雑な複合がないからといって、洗脳つぼえの譜面を、たった5回で終わらせるのはいくらなんでも、やばすぎる。彼は今年も東京都で、お盆に開かれる予定の、グルコス公式大会、に、出るみたいなので、ぜひ頑張ってほしいですね。え？私ですか？私は大会に弱い人間なので、さて、この譜面の攻略を、したいところなんですが、正直言うとこの連打に、追いつけるか追いつけないかという勝負になってきます。お前、真面目に解説する気ないだろ、と思うかもしれませんが、本当にこの譜面は、それにまとめられてしまうんですよね。なので、今回私からは連打で、疲れないためのコツを少し伝授しようかなと思います。あ、でもこの後少し難所があるからそこだけしっかり解説をしていくよ。はい、ここ、なっている気温が独特だから非常にリズムがつかみづらい。このスライドは16部から12部の切り返しを意識、色の変化がヒント。その先には2回12ブレンダーが来ますが、この12ブレンダーは逆手から入ることをおすすめします。するとホールドを利き手で取ることができるので。さて、残りは自分なりの連打のコツを伝授したいと思います。まず連打が追いつかない人の特徴として、腕を使って連打をしている人が圧倒的に多いです。腕を使って連打をすると手に大きな力が入ってしまい、すぐに体力切れになってしまいます。ゆっくりなスピードの連打曲ならまだいいのですが、このように速い曲では太刀打ちできなくなってしまいます。手首のスナップを活かす、つまり手首だけで繋げられるように練習してみましょう。そして連打中にどんどん連打がずれて、精度が崩壊してしまう人は、おそらく容易にイヤホンをして自分だけ音が聞こえない状態でやっているのではないでしょうか。片方のイヤホンを外して、自分のだけ音が聞こえる状態で、行うと精度が安定するかもしれません。最後の24ブレンダーをきれいに、決めて、終わり。というわけでドリーミンアトラクションの、リザルトはこんな感じ。体力測定にもってこいの、譜面ですね。他の連打曲で伝えた成果を、試せるいい曲だと思いますので、ぜひ連打曲に慣れてきたら挑戦してみてください。とはいえやっぱお前34だろ。というわけで、これにてボス攻略シリーズの、動画は終了となります。アーケードの譜面も無事にすべて、パーフェクトを取り、全理論値を取れたので個人的には、大満足です。また緊急事態宣言が、出た場合、実況攻略シリーズを、作っていこうと思います。それではまた次回の動画で。